黒い剣士殿、お主も我らドワーフと同じく妖精国から願ったのか。いいや。黒い剣士、己、手を出すな。聞いていないのか。王の客人だ。しかしこいつにたくさんの仲間が。黒い剣士、もう行ってくれ。魔剣使いはお前か。殺してやる。さあ剣を構えろ。いいぜ、やろうか。出入りさせてもらっている旅の行商人でございます。何かご入り用のものはありませんか。出入りさ、何か。黒い剣士よ、お前の強さを見込んでこうして一国の王が膝を折るのだ。世の願いを聞いてはくれぬか。待て、なんという傲慢無礼か。えい、願いに報いる用意もある。城をやろう、どうだ。古く小さな城だが、お前には過ぎたる褒美。では魔法の槍もやろう。お前も戦場で見たやもしれぬが、そのサイファーよりも美しいものだ。ごうつくめ、これでもまだ足らんというか。それでは娘はどうだ。我が姫グエンドリンでは。グエンドリン、あの娘の名だ。俺に何を望む。やっと興味を示したな。葬ってもらいたいのだ、ホルン山に居座る暴竜ワーグナーを。すでに竜を斬り殺したお前ならできぬわけはあるまい。そのドラゴンを殺せばお前は娘を差し出すというのか。誓おう。狙いは何だ。理由もなくただ殺せというのか。お前が知る必要はない。何か魂胆があるな。だがいいだろう、引き受けた。約束を忘れるな。
どうやらお困り。
Yeah.
Ah!
Come on.
困りました。かしこまりました。以上でよろしいですか。またのご用命お待ち。
Thank you.
どこだ。出てこい、ワーグナー。出てきたな。その剣、貴様、妖精国の魔剣使いではないのか。俺はお前など知らない。だが奴は妖精の小娘に撃たれ死の国へ行ったと聞いた。死に損なって逃げる奴もいるのさ。オズワルド。俺をよく知ってるようだな。だがそんなことはどうでもいい。欲しいのはお前の命だけだ。黒い剣士、震えるほど嬉しいぞ。何？この時をどれほど待ちわびていたことか。よく見よ、血の流されたこの場を思い出せ。愚か者の手で言われなく殺された尊き賢者ハインデルを。ああ、確かに殺したな。トカゲを一匹、お前で二匹目だ。骨まで焼き尽くしても収まらぬ。お前の狩りすらこの大地に残さん。未来永劫冥府で苛まれるがいい。消え去るのはお前だ、ワーグナー。お前の死の向こうに俺の望む光がある。仲間のいる儚い送ってやる。眠れ、永遠に。you
その指輪をこちらへ。世のものだ、返してもらおう。竜をほくれというのがお前の願いだ。指輪の話は約束していない。価値もわからぬくせに。さあ渡せ。もう一度戦うというならそれでも構わない。次も助けるとは限らんぞ。貴様、さあ約束を果たした。今度はそちらの言葉を守れ。王として生まれ、王としての地位にある世だ。相手が不遜のものであろうとわしは誓った。誓いは変わらぬ。槍と城、残りの一つもお前の自由だ。グエンドリンは眠っている。わしに逆らった罰に魔法をかけたのだ。目覚めさせたその者に生涯仕え愛する。魔法の働きがそうさせる。実の娘を物のように扱って平気なのか。世の娘だ。いかに扱おうと世の自由だ。行け。森の古城に娘は眠っている。彼女だ。あの鳥はこの人に違いない。